こんにちは、百円です。今日はダイソーでこちらを発見しました。ダン。ホットサンドメーカー1000円。まあ、バーベキューの季節っていうのもあるので、なんかおしゃれなものを作りたいっていうことかな。なんでバーベキューコーナーで売ってましたんで、ちょっとこれ作ったことないんで、使ってホットサンドを作っていきたいと思います。はい。まず開けてみます。うん、思った通り思った通りのものが入ってました。こんな感じです。ここに留めるのがついてて、開けるといいですね。両面でね、こうコンロとか炭とかで焼くって感じですね。ちょっとやってみます。じゃあ具材をちょっと紹介したいと思います。はい、もちろん食パンとツナ、マヨ、ハム、チーズ、卵、トメートと玉ねぎ、これを使ってホットサンドを作っていきたいと思います。まあそんなに切るもんないですけど、玉ねぎを薄切りしようかな。あ、やべ、下切ってなかった。はい、こんなもんかな。で、トマトもそんないっぱいいらんからね。2枚ぐらいにしとこうか。2枚ぐらいにしときます。はい。ハムは贅沢に2枚使いましょうか。と、チーズが、これも贅沢に2枚。と、卵ね。と、シーチキン。で、これを使っていきます。はい。でちょっとね、僕2種類作りたいんで、2種類作るとしたらパンを4枚か挟まないといけないからちょっと食べれないと思うんですよね。なんでパン1枚を半分に切ります。そうね、食パン、まあ大きい包丁がいいと思いますね。で、真ん中を定めて、本当はパン切りとかあるんやけどね。よいしょ。ギリギリかな。これちょっと、こっから漏れそうな気するけど。まあいいでしょう。端っこから切った方がいいんかな、こうやってね。ああ、こうやって端っこから攻めていったら切りやすいかも。真ん中がどんくらいガタガタになってるか心配やけど。で、真ん中。お、だいぶいい。ほら。発見した。全然違いますね、こっちと。多分角からこうやって、周りから攻めた方が綺麗に切れるっていうのが判明しました。では、焼いていきます。はい。そしたらば、オリーブオイル、まあ、油でいいと思いますけど、サラダ油でもね、ちょっと引いときましょうか。両面に引いておきます。で、先ほどのパンを置いて、まずツナマヨ、このね、端っこもちゃんとね、美味しく食べたいからね、端っこもちゃんと乗せるようにして、こんくらいかな。上からマヨネーズ、 OK ね。その名前をオニオンにしよう。いいね、こうやってこう、みんなで何入れる?ちょっと、たかし、ちょっと、卵入れようよ。いやー、ミキ、そりゃ、漏れちゃうやん。とか、楽しそうっすね。はい。じゃあ、上から、
これでいいんかな。で、挟む。で、火入れます。鉄板を見ながらやればいいかなと思いますけど、ちょっと開けてね。一回ひっくり返そうか。あーでもこれパン半分に切ったことによって厚みが出ないから、ちゃんと押さえて焼けないかもしれないね。圧縮かけて焼くってイメージですよね、ホットサンドって。じゃあパン半分にしちゃったからそれができないか。焼けてみる。あ、もう早っ、もう焼けてるやん。ってことはパンが焼けるスピードが速いから、具材はちょっと火通してた方がいいんかもしれんね。オニオンとか、まあ生で食べれるけど、ちゃんとこうロックしてくださいね。はい、じゃあ開けてみます。どう、あ、焦げてる。こっちは結構すぐ火入りますね。すぐ次焼きます。これとチーズをまず乗せて、あえてちょっとはみ出させようかな。とトマト、卵入れようか。いけるかな。やばいやばいやばい、卵やばいやばいやばい、ちょっとくぼみつければよかった。で、チーズいきます。封印、あ、ちゃ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 、危ない危ない危ない、これ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 、熱っ。 OK、 あー、ちょっともう焦げてるね。もういいかな、そしたら。はい、完成です。ほい、やば、うまそう。もううまそう、これ。じゃあ切りたいと思います。ほーら、卵が、やばいやばいやばいちょっと待ってやばいやばいやばい、卵溢れ出ちゃってる。こっちちょっとやっぱ卵とかちょっと火通して入れたらいいか。じゃあ次ね、ツナマヨ。ほい、はい、ツナマヨ間違いなく美味しいです。これはいいんじゃない。できました、完成です。まあ今日覚えたことは、なるべく生ものはちょっと火通してから入れるっていうのがポイントですね。うまっ。